って、テーマーは使えないってパーティから追放したよね。実は世界唯一の精霊使いだと判明した途端に手のひらを返されても遅い。精霊の王女様にめちゃくちゃ溺愛されながら、僕はマイペースに最強を目指すので、星に。クソ長タイトル漫画で、有名パーティに寄生していたが追放されてざまあするなろう系。この手の面白いシナリオはほとんどもうコミカライズされてしまいましたという感じの内容。クソザコジョブのテーマーとして空気の読めないヒロインにお願いされていたからという理由でエスランクパーティに寄生していた人族のオスが主人公。パーティとして戦力差があるのが、パーティメンバーの一人の空気の読めないメスがどうしてもこのクソザコジョブのオスをパーティに入れてほしいということでいやいや入れていたが、なんやかんやあってテンプレ通りにおとりにされたらジョブが精霊使いに変化して俺杖をするというシナリオ。人族とは高度なコミュニケーションをすることができる獣であり、この漫画を通して社会性を学習することができる。器量と気立てが悪いオスが器量と気立ての良いメスから一方的に惚れられるなんてことはほぼありえないので、自分が能力があるからといって自分の欲求を通すことを強要しちゃうとグループ全体の QOL が従るので。このヒロインのメスは自分がトラブルの種をグループに入れた張本人なのに、リーダーがテンプレ行動したら、こんな非人道的なグループにはいられないって言い出すところが哲学的でべね。このテーマーと二人で冒険していたらよかったんじゃないかな。そんな感じの漫画。